ボイツー TV。 はい、どうもこんにちは、ボイツー TV です。はい、前回やったね、1000円自販機でこんなものが当たったんですけど、なんかよく使い方がわからないんですよね。なんかね、こうなんか押したらなんか時間の変更ができるそう。なんか全然使い方わかんないし、時間もなんかすぐずれるし、なんかこれ何なの？なんかこれスポーツって書いてあるんですけど、多分これマラス、なんか陸上部とかがなんか使ってそうなやつっすよね。なんか41、42とか。これが1000円かよみたいな。いらねえっすよみたいな感じの景品なんですけど、これ。いらないよ、マジで。マジいらない。こんなくだらないものでね、1000円。非常にもったいないです。なかなかね、3DS とか出るそうなんですよ。それで結局ね、YouTube とか、他の YouTube とか見てみると、当たってる人いるんですよね。だけどめったに当たらないんで、で1000円自販機って1000円払ってこういうの当たるとどんどん使いたくなっちゃうんで、とも1000円自販機をね3回やるって決めたらもう3回しか使わないとかね、こういうお金のね使いすぎには気をつけた方がいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。